演舞開演。どうも、本日はルナ日本ルナ株式会社ルナバニラヨーグルト信州産黄金桃を食べたいと思います。信州ということは長くしますか、そういうところですよね。ここで桃っていうイメージがあんまりないんですけど、隠れた名産物なのかな。なんかパッケージもちょっと鮮やかです。第3品目ルナルナの普通のバニラヨーグルトは以前食べたことあるのですが、こんなフレーバーもあるんですね。まああっても不思議ではないですが、では文字通りの黄金を取って中身を見てみますと、こういう感じになっていますね。まさに黄金。ではいただきます。どうとか、どうとろどうとろ、まさに名前通りの黄金のような珍しい苦みがあります。桃のさっぱりとした甘さが口にふわっと広がって、ヨーグルトなので口どけもよく、それが口の中にさーっととろけていって、とっても美味しかったです。信州産の黄金桃、こんなに美味しいものなんですね。あんまり聞いたことないんですけど、いつか現地に食べてみたい、そういった気持ちが湧き立てられる、そんな桃でした。見た目もまさに黄金で、まさに黄金の味って、それはエバラの焼き肉のタレみたいになって、まずいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。